こんにちは婚活系ユーーーチュバのタクです今日もよろしくお願いします。はい。今日このね、写真をちょっと見てもらいたいんですが、これ横浜なんですけど、どこか皆さんわかりますかちょっと考えてもらいたいんですけど、このね、レンガ、レンガっぽい建物、実はこれが、 横浜の赤レンガ倉庫です、まあ、あの赤レンガってよくね、横浜、みなとみらい周辺の非常にデートスポットとしてね、有名なそういう場所になります。で、まあ、僕もね、まあ、妻とね、まあ、今妻ですが、えー、付き合ってた頃に、この赤レンガ倉庫、ここにね、よくデートに来てました。まあ意外とね、 あの婚活系としてはねここの話をあんまりしてないんですけどここね結構来ましたまあそのね、まあ、裏話も含めてね、えー、お話したいと思います、まあ、私ね結婚しました入籍もしました、まあ、婚活系としてね約1年多くの方にね応援していただいてね本当にありがとうございました、まあ、婚活系としては本当ね まあ、最短で結婚するというね、えー、まあ、偉業を成し遂げた方になります。まあ、他のね、婚活系の方はね、えー、まあ、いわゆる結婚できない系 YouTuber なわけです。まあ、名前を挙げるとね、ちょっとキリがないんですけど、まあ、あの、ネズミくんとかね、えー、ひもて、ぶさとかね、まあ、このあたりですね。うん。えー、あと、N 氏。N さんね、N 氏もそうですけど、 大体ね、結婚できない系、ユーチューバーなんですよ。うん。で、まあ、その話はね、別動画でも撮ってるので、まあ、今日はやりません。ということで、今日はね、まあ、横浜のね、本当にデートスポットとして有名なこの赤レンガ、これをね、紹介します。この赤レンガ倉庫っていう場所は、まあ元々、ね、もともとね、まあ、古い建物なので、 ずっと放置されてたと思います。なんですが、まあ、この港未来のね、港未来をまあ観光の地にするべく、まあ、これをね、観光、まあ、商業用施設にまあ作り変えたわけです。で、まあ、今はね、非常に多くの方がね、この赤レンガ倉庫、まあ、いわゆる商業施設にえまあ遊びに来ます。ここはね、2つ、 1>, えーまあ、1号館、2号館というのかな、ちょっと言い方は分からないんですが、2つ、ね、建物がありまして、えー、中は、ね、本当に商業施設、近代的な商業施設です。ただ、建物がね、えーまあ、昔の建物をそのまま使っている、まあ、一部使っているのだと思います。でまあ、今は、ね、本当にもう港未来を象徴する、えー、観光地の1つになっています。で 施設内はね、いろんなものがあって、飲食店、まあ、レストラン、あと、まあ、ショッピングする簡単なお店、あとなんかポケモン系のね、ポケモン好きな方ね、僕の動画結構見られてると思うんですよ。うん、僕、ポケモン好き,で好きで結構有名なんですけど、まあ、知る人が知るポケモン好き、ポケモン GO をね、前東京、横浜ってね、非常にやってたので、まあ、非常にポケモン GO 好きな方でね、えー、僕を 知らない人はいない。そう思います。まあ、YouTube でもね、あの横浜の、ね、ポケモンのイベントとかね、よく動画にしてたんですけど、うん、赤レンガもね、ちなみにポケモンのグッズが売ってます。はい、で、まあ、横浜って言えばね、ポケモンですね <laughs>。まあ、それ言ったらでちょっと今日の話とは全然それちゃうんですけど、まあ、その話もね、別動画でやりたいと思います。 で今日は赤レンガ倉庫なんですけど、まあ、非常にね、かいろんなね、えー、まあレストランであったり、えー、ショッピングするとこであったり、いろいろね、なんかが入ってます。本当にまあ商業施設っていう感じですね。で、たまにね、この、えー、1号館、2号館の間でイベントをやってることがあるんですよ。まあ、ちょっとね、このペンを使ってちょっと書かせていただきたいんですけど、えー、まあこちらがね、まず1つの建物。 で、こっちにね、もう一つ建物があるんですよ。で、えー、どっちが1か2か分かんないんですけど、2つ建物があって、ここのね、間、この赤い矢印で書いた間、ここがね、えー、通路になっていて、ここでイベントをやってます。で、まあ、ここでイベントやってることもあるし、こっちのね、ちょっと広場みたいなところを、こっちの広場みたいなところを使ってね、えー、なんかね、イルミネーションしたりとか、クリスマス、何かやったりしてることもあります。 なので、まあ、この辺り、意外とね、えー、商業施設でもあるし、あと観光のね、えー、まあ中心的なね、まあ、役割を果たしています。でデートスポットでもあるので、まあ、非常にね多くの方がね、えー、ここに訪れます。で僕もね過去に、まあ、今の妻ですねとよくねデートに行きました。いやー、本当に、ね、思い出の地の一つなんですよね。うん港未来 港未来結構よく行ったんですけど、うん、まあ2週間に1回ぐらいは港未来に行って、えー、行きました。で、まあ、港未来好きなんですよ。えー、ほんとね、港未来の中でもかなり好きな方です。まあ他にもね、いろんなとこ行ってるんですが、ここはね、あのー、まあ商業施設、おしゃれな商業施設として、えー、まあ非常にね、 デートトスポットとしてはいいですあとね、自然がね、この写真見てもらったら分かると思うんですけど、こういう感じで自然がね、いっぱいあります。で、ここだけじゃなくて、他の場所も途中歩いてくるところも花を植えてたり、あと、まあ、途中の道でねえ、バラを植えてたり、いろんなものを植えてます。なので、花を,花を楽しめる、自然を楽しめる、そういうね、あのいい場所になってますので、ぜひね、え皆さんも、 横浜に来たらみなとみらい。デートにもみなとみらい。ぜひね、来てみてください。えーまあ、横浜の方だったらね、まあ、意外と絶対ここ来ると思います。ここは本当にデートスポットとして非常に、ねえー、人気がありますのでね、えーまあ、よかったら来ていただければと思います。ということで、えー、今日はね、みなとみらいの中でも赤レンガ倉庫について、えー、お話し,しました。 えー、最後までご視聴していただきありがとうございました。今日の動画いいなと思った方は、ぜひね、グッドボタンと高評価、同じですね、グッドボタンと高評価一緒ですね、えー、高評価よろしくお願いします。ということで、今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。